マジで。さあ、そしてもう一方、見事なタイムリーヒットでございました。古本選手にもお越しいただきます。さあ、まずは MVP 賞をおとつさんの方からお二人に渡していただきます。おめでとうございます。大丈夫ですか？ OK。 はい、そしたら、一度またトラさんね扱っていただきまして、まずは渡辺投手にお話伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、本当にこれで4回目、よく会えますね。はい、よく会えますね。で、よくというか、全然打たれないですね。なんとか。いや、というと今日はどうですか？前のこの僕がね、ここでお話した時の3回と比べて調子はどうだったんですか？いい悪いで言うと真ん中がぐらいです。真ん中ぐらい、じゃあその中で、ね、真ん中っていうと、まあ、いいっていうわけではないですから、どういったところに気を使ってこうピッチングしていたんでしょうか？バランスがあまり良くなかったので、そこを最後まで意識してやりました。これで今シーズンは4勝、はい、4勝目らしいです。防御率もこれ0点台1点台。僕渡辺投手生で見た時まだ本当に1点も取られてないんですよ。防御率1点台だと。素晴らしいピッチングが続いております。でちらっとさっきね、スタッフの方から僕がヒーローインタビューで今日夜何食べますかとか聞いてるんですけど、それをやめてほしいと言ってたそうですね。それは本当ですか？そうなんですか。じゃあ会えるにします。今日の夜は何食べましょう？家でおとなしく手作りで食べます。で自分で作った料理を食べますか？はい、じゃあ次の登板にまた備えてパワーをしっかり蓄えていただきたいなと思います。はい、ナイスピッチングでした。ありがとうございます。さあ、そして続いて古本選手にお話を伺います。ナイスピッチングでございました。ありがとうございます。ちょっと改めて今日は、何本打ちましたっけ？2本。2本、はい、ちょっと聞いた話によると、この BC での今日初ヒットということですか？そうです。おお、今日初ヒットです。皆さん初ヒットですよ。初めてのヒットはじゃあレフト前ヒットですかね？そうです、はい、初めてのヒットの感覚はいかがでしたか？最高です。最高です。それは格別です。もう忘れられない一歩になりましたよね。そしてセンターオーバーへのタイムリーヒットもありましたけども、はい、どうでしたか？初めてのヒットも格別だと思いますけども、大きな当たりもいかがでした？最高です。最高ですしか言わないつもりできたわけじゃないですよね。そう、最高です。あ、最高です。押してくるな。いや、じゃあこれでどんどんと、チームもそれから古本選手もどんどん調子にね、こう乗っていて、連勝連勝という感じで行っていただきたいなと思うんですけど、最後にじゃあお二人から、残っていただいているファンの皆さんに一言ずついただいてよろしいですか？じゃあまずは渡辺投手からいきましょうか。次回もいいピッチングができるように頑張ります。応援お願いします。はい、また次の登板も期待しております。さあ、そしてBC 初安打の古本選手お願いします。ここ最高ですじゃないんですね。ここは真面目に言う、ね、でも真面目にいきましょう。はい、まあ、今日も勝って4連勝して、次の試合も勝ってどんどん連勝を伸ばしていくんで、声援お願いします。はい、本当にこちらからも言いたいです。今日もバッティング最高でした。今日のヒーロー渡辺投手とそれから古本